ひまり、どうかしたのか？あのね、ちょっと巴と話したいなって思って。なんだよ、改まって。話なら毎日のようにしてるだろ。うん、そうだけど、でも最近の巴、なんかいつもと違って、みんなで笑ってるのに時々どこか遠くを見てる時があるでしょ。そうか、全然そんなことは。ねえ巴、何かあった？ああ、ちょっとだけな。よかったら聞いていい？前にラーメン銀河がフェスに出店するって話したよな。そのことで少しマスキと揉めてて。マスキと？私とマスキの譲れない気持ちがぶつかって、どっちも引くに引けなくて意地になってるんだ。どっちがいいとか悪いとかじゃなく、もっといい方法がある気がするのに。譲れないくらい大事なことなんだね。それならその気持ちを直接伝えてみたらいいんじゃないかな。マスキもきっと答えてくれるよ。やっぱりひまりの言う通りだな。お互いに意地張って自分の気持ちを通そうとするんじゃなくて、相手の話もちゃんと聞いて、それからどうすればいいか考えよう。ラーメンに大事なのはスープなのか麺なのか。よし、早速マスキに連絡を。ここに。お前に話があってきた。少し時間を貸してくれないか？奇遇だな。実は私も同じこと思ってた。なら後ろ乗れよ。ほらヘルメット。ずっと考えてたんだ。どうすれば大将が認めてくれるようなラーメンが作れるのか。私の考える最強のラーメンを形にできればきっと大将も認めてくれるだろうって思ってたけど、改めて考えて思ったんだ。私一人じゃ本当に美味しいラーメンは作れない。私のラーメン作りはまだまだ半人前だからな。でも同じ半人前の巴となら合わせて一人前になれるかもしれない。マスキけど、私はまだ巴の意見を全部認めたわけじゃない。ラーメンに必要なのは最強の麺だ。それは私も譲れないよ。ラーメンの命は究極のスープだ。お前ならそう言うと思ってたよ。だから私たちが一番腹割って話せる場所に行くぞ。それってそれにドラムセットが2つ。ほらスティック、そっちのドラムに座れよ。おう。私たちはドラマーだ。一番思いを伝えられるのはドラムを叩いてる時だから、私たちの気持ちガチンコでぶつけようぜ。そういうことか。受けて立つよマスキー。